インドの北の町ベナレフで出会ったじいさん、旅人に群がる車引きの男たちの中で一番年寄りで痩せっぽちでみすぼらしいくせに、片目をつぶって笑う仕草が不定期だったよ。ガンジス川まで乗っていきなよ。最後まで離れなかったねじいさん、あんたは一日に一人か二人の客を拾ってわずかばかりの金を頼りに暮らしていくんだね。ガンジス川にあふれるばかりのヒンズー教徒たち、何を祈って何を願うのか。本当かいじいさん、そんなに痩せっぽちなくせに、そうさおいらの息子はお前みたいに大きいぜ。ガンジス川にいくつも死体が流れていたね。そうだよおいらもいつかはして流れていくのさ。聖なる川に身を委ねる人々、生きることよりも死ぬことを願っているようだ。この町じゃ人間様より牛たちの方がのんきな暮らしをしているように見えるね。川に向かって僕は何かを尋ねてみる。何も答えない、ただ流れ行くだけ。じいさん、そんなに孫が大勢いたんじゃ、当てのないその日暮らしじゃ大変だろうな。そうさおいらは幸せ者だよ立派な息子と、たくさんの孫たちに囲まれて生きてゆくのさ。人差し指をお日様に向けて、ナンバーワンの幸せ者だと片目をつぶった通りすがりの旅人たちにはわかるまいがね。この町にゃこの町の生き方があるのさ。ガンジス川に沈む夕日が静かに笑った。僕も答えて静かに笑った。